吉谷さんって誰ですかというねコメントが入ってました。いや吉谷さん、私はどういうふうに紹介したらいいですかね。吉谷さんってどんな人、動画をたくさん上げてる人、 YouTuber、 それともなんかビジネスのなんとかなんでしょうかね。ドリアカってのを運営してるんだけどって言えばいいですかね。ドリアカって何ですかって質問が来ますよね。うん、なんか一言で言うことないですかね。隠居してる人でもないですよね。なんで R34 ですかね。 R34 乗ってる人って言えばいいですかね。何 R34 って言われちゃいますかね。吉谷さんはもうどういうふうに紹介すればいいでしょうか。なんかね、そういえばそうだなと思って思いましたね。吉谷さんは全く知らなくて、私に、まあ、私の動画を見てくださる人が吉谷さんって名前が出た時に、吉谷さんって誰ですかみたいなね。そういえばどうします。まあ自分で吉谷さんのことを検索したりとかたどり着く人はいいんですけども、検索する前に私に聞いてくる人に対して、私の紹介方一つで、紹介の仕方一つで吉谷さんに検索を当てなかったり、吉谷さんを検索したり分かれてくると思うんですけども、どうしたらいいでしょうかね。なんかね、そういう視点で、今回は動画をお送りしてました。吉谷さんって誰ですかって、わずかこの10秒ぐらいの言葉もこうやって動画にできるということでございます。いかがでしょうか。